はい、こたつスタジオのインタビュー第3回、今回は復帰を発表された夏美玲さんにお越しいただいております。はい、どうもよろしくお願いします。どうも、ハライエブリワン。英語でやります。今日英語で、はい、英語で行けるところは行きたいと思います。マイネミーススミレナツ、よろしくお願いします。もう終わった。はい、2単語で終わりました。英語はそんな感じですか？英語ですね、ほとんど喋れないです。リルビー、リルビー、リルビー。字幕全部入れて対応します。お願いいたします。今回ノマズ、僕も、英語のお手伝いさせていただいてるんですけれども、はい、その海外に向けて、どんどん発信しているっていう中で、そもそも僕がノマズさんに僕の方から声かけて手伝わせてくださいってお願いしたんですけども、はい、やっぱりその夏すみれというレスラーの海外の引きが強いんですよ。へー。僕はずっとサイバーファイト系だったので、仕事上絡むことはない。だから当然そちらの団体の選手のフォローなんかもしてなかったのに、夏すみれっていう名前がその東京女子を見てた僕のフォロワーさんたち の、 そのツイートの中でいっぱいタイムラインに出てくる名前だったんですよ、ね。でそれでちょうどゆきひさん、高瀬さんもフリーになりと、で山下さんも海外で引きが強いっていうので、これは面白いことになりそうだということで、僕の方からもちょっとできることがあったらってお願いして、混ぜてもらって非常に今楽しいんですけれども、はい、そこで今回第2回大会、はい、8月5日、これが夏すみれ20代最後の日。そうですね、はい、その次の日に30になって、やっぱりそのタイミングで復帰がしたかった。そうですね、欠場に入ったのが2年前ですかね、もうちょうど2年前で、でその時は正直あんまり具体的にいつ復帰だったか、そうですよね、でもその復帰というもの自体に対してあまり頭にそこまで浮いてなかったんですけど、ずっと欠場期間長く続けるうちに、ファンの人からはいつ戻ってくるのとか、早く試合見たいですっていうお言葉をいただく中で、自分としてもこのままリングに一度も上がらずに、フェードアウトのような形でプロレス界からいなくなるっていうのはすごい違和感を感じていたし、私自身が欠場する前、欠場前に思っていた最大の目標って、もうベルトとかなんかそういうことじゃなくて、ちゃんと引退したいっていうのだけが本当に唯一の最大の目標だったんですよね。でもだからそれはやっぱりちゃんとしなきゃいけないなっていう時に、復帰をじゃあしなきゃって考えた時に、やっぱね、どうせだったら20代からプロレス、20歳の時に入ったんで、20歳からプロレスに入って、この20代を最後の日をリングの下から見てるっていうのはちょっとやっぱり寂しい部分があったんで、やっぱり20代の締めくくりはリングの上でいたいなっていうので、なんとなく20代のうちには復帰をしようっていうのを結構割と前から、はい、感じて決めてました。なるほど。今そのちょうど10周年っていう話があったんですけれども、ちょっとそのレスラー人生、ちょっとその10年間遡ってちょっと見てみたいんですけども、そもそもそのプロレスを知ったきっかけと、その知るのとやるのって違うじゃないですか。でそのやろうってなったところのその2点って、まずどういう感じだったんですか？そうですね、知ったのはもともと私は20歳でプロレスに入門する前に、地元が愛知県の名古屋なんですけど、そこ の、 飲み屋さんで働いてたんですね。要はパブですよね、パブでずっと働いてて、そこのお店のオーナーママのお姉ちゃんが、たまたまプロレスラーの方なんです、女子プロレスをやってらっしゃる方 で、ずっとママから誘われてたんですよね。いついつお姉ちゃんの試合があるからちょっと見に来ないみたいな、でその時は正直全く興味がなかったので、いやちょっとわざわざ早起きして興味ない付き合い行くの嫌だなと思ってそこ早起きって言うけど、別にそんな早くはないですよね、プロレスだから。そうですね、10時とかいやでもその店はもう本当に頭がおかしい店だったんですよ。もう本当にお客様がもうお店にいらっしゃる限りはもう絶対に閉めないっていうポリシーをもうそのママが持っていたんで、もう最長でお昼の12時まで、夜8時オープン、お昼12時閉店とか結構ザラにあったんですね。だったからもうそんな大事な昼間の時間はもう寝てたいと思って、とにかく寝たいと。でもその当時の
まあ、お客様が、まあ、その違う男子団体のファンの方でチケットあるよと、でよかったら一緒に行かないっていう風に言われて、まあね、さすがにちょっとお客様の付き合いってなっちゃうとそれはもう一個仕事の一環でもあるので、はい、あ、じゃあ行かせていただきますって言って、で初めて見に行ったのがドラゴンゲートさんですね、はいはいはい、そこで初めてプロレスを見たんですよ、生で。それまでは正直プロレスと他の格闘技の違いも何も分かってなかったから、なんかぶっちゃけやっぱね、こう試合を見てて、なんで今リング上の人たちはロープをめがけて必死こいてるんだろうとか、え、なんでここはなんか1対1じゃなくてなんでこんなにいっぱい人がいるんだろうとか全く分かんない状態で試合を見てたんですけど、でもやっぱすごい楽しかったんですよね、そのプロレスというものが。そこで初めてこうプロレスを見て、初めてプロレスの楽しさを知って、あ、もうそういうことならぜひちょっと一度女子プロレスも見てみたいと思って、オーナーさんのお姉さんのっていう、なのでそのね、また次誘われた時は必ず行きますねって言って、で実際に見に行ったのが、オズアカデミーさんっていう、はいはいはい、団体 で、はい、でそのオズアカデミーさんを見た時に、もちろんそのプロレスっていうジャンルとして見たら男子プロレスも女子プロレスもやっぱり楽しいって部分は一緒だったんですけど、どこかこう女子プロレスってやっぱり自分と同じ性別を持った人がリング上でね、殴ったり蹴られたりしてるわけじゃないですか。なんかすごいそこにこうグッとくるものがあったんですよね、でなんかまあ今考えたらちょっと失礼な感想ではあるんですけど、はい、その当時はだからそれこそだから自分がいる夜の街で、普通にいそうなお姉さんたちが、そこら辺のお店で働いてるのお姉さんたちが、でも今こうスポットライトを浴びて戦ってるんだってところにすごい感銘を受けて、でもその日のうちから、あ、私やりますっていう風にスポットライトを浴びたいと思ったんですね、でそれは、その表現としての意味じゃなくて、物理的にスポットライト浴びたいと、照明を浴びてみたいみたいな、だからね、そういうなんか注目されたいとかそういう表現じゃなくて、はいはい、浴びたいなと思って、だけど最初の時はやっぱノリでしたね、やっぱ、なんかね、みんなで仲間内結構何人かのグループで見に行ってたんで、まあ、飲んでる時に、私もやるみたいな、まあ、そういう軽いノリでは正直最初はあったけど、はい、でも結構なんかその日のうちからずっとやるっていうのはもう口に出してました。どうやってなるんだろうみたいな。あ、でもね、そこはやっぱ自分の身内にやっぱね、その女子プロレスラーの方がいたっていうの結構大きかったですね、だから結構それこそどうやって入るんですかとかは全部直接聞いてました、あ、そうかそうか、で実際になんかそのね、ママのお姉さんママを、はい、まあその女子プロレスの団体とかに、まあ、実はその地元の名古屋にこういう女の子がいてプロレスをやりたがってるんですよっていう話を、はいはい、してくれてたみたいで、結構その団体の方からあ、おいでよっていう風にもうその時点から声をかけられてて、それがそのデビューした団体になるんです。なるほどなるほどなるほど、デビューした時はでもまあそのこういう感じでデビューされたわけではないですよね、そのスタイルというか方向性というか、まあ、そうですね、デビューの時はもうね、真っ白な水着を着て、こうピュアな感じでデビューをしましたね。お名前も当時は本名、本名で、はい、ね、言ってました。 でもそこからデビューして、1年ぐらいで怪我されたんでしたっけ。そう、ちょうどデビュー1周年で欠場に入りましたね。右膝前十字、はい、水着前十字完全断裂、はい、と半月板の損傷、そうですね、で1年かかった。ちょうど1年かかりました、その時ってその見ていたら分かる、やる側になってしかもそんな大きな怪我をするって、結構現実を突きつけられる感じじゃないですか、そこででもなんかこうなんかやめようみたいなってその時点ではなかったですか。あの、現実突きつけられるのは入門してすぐに突きつけられてたので、あ、なるほど、怪我はそこまででしたね。あ、なるほど、でそれこそ入門してまだ練習生の頃に、まあそのね、地元のママのお姉ちゃんと、まあ、この業界で再会するわけじゃないですか、はい、で私にとってはその時点ではまだやっぱり自分の元職場 その、まあ、上司のお姉ちゃんだったんですよ、まあ、身内、身内の感覚で話しかけて、身内の感覚でちょっと LINE 教えてくださいよみたいな感じだったんですけど、なんかちょっとあって感じの
対応されたんですね。でその時に知ったというか、やっぱもう私入ったんだこの業界にと思って、だから今までみたいにそういうなんか先輩後輩っていう垣根飛び越えた接し方も良くないし、もう私はもう完全にこっちの業界の人間になってしまったんだなっていうのをそこで知ったので。そうだから現実自体はね、もう割と早々に突きつけられて、はい、割と早々にもう辞めたくなってたのでそうだからもう練習生の時に一回逃げ出そうとして、あの私品川駅まで行ったんですよ。でその時はなんか OB の先輩にずっと電話でお話聞いてもらって、はい、まあ、品川駅から新幹線に乗ることなく、うん、もうそのまま寮に帰ったんですけど、うん、何を思ったか、その時に私持って帰るものがやっぱ一度にね一気に荷物、うん、地元には持って帰れないんで、うん、ありったけの下着をボストンバッグの中になんかとりあえず下着さえあればいいみたいな、もう2週間分ぐらいの下着を詰め込んで帰ろうとしたっていうのがもう割と入門して半年ぐらいだったかな、うん、なんかプロテストとかのタイミングだったので。そう、海外の人にね、多分これね、馴染みがないコンセプトなんですよ。うんうん、その夜逃げあとか、その、はい、黙って帰る。うん、まあ、そもそも海外は入門とか練習生っていう概念がないので、はい、そう、で、そこでね、現実突きつけられると思ったより全然厳しくて、うん、もう無理だって言って家に帰るっていう、うん、日本だと結構こう、なんか伝統芸能みたいな部分あるんですけど、海外の人はね、多分ね、それね、すごい新鮮だと思うんですよね。そっか、そうなんです。じゃあ海外の人は一応、じゃあデビューまではみんなできるんですかね。あの、お金払ってレスリングスクールに行くので、うん、そっかそっか。日本で言うと、だから登竜門が近いです。はい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 。もうね、日本はね、結構やっぱデビューせずに、する前にやっぱ挫折して辞めちゃう子って結構多いので。そうですね、よくあの、まあ、テストやりましたってこう、うん、SNS とか、うん、あのシュープロの記事とかでこうずらって並んでて、うん、そうですね、で気がついてみるとこう、あれ、いない、いない、うん、いないみたいな歯抜けになっていくっていうパターンが多いですよね。うん、そうですね、なんで辞めたいタイミングはそこだったから、うん、そのデビューしてからの怪我は、うんうん、まあ、もちろんやっぱね、気持ちとしては落ち込んだし、これから頑張るぞって思ってたところだったんで、うん、同期が私の世代ってすごい多くて、うん、自分の団体もそうだし、他団体にも、うん、で、やっぱもともとデビューの時からその同期と比べて、まあ、ちょっとやっぱ私の方が劣ってたんですよね。うんうん、で劣ってる中でそこで休んでしまったら余計こう差が開いてしまうんじゃないかっていう焦りとかもあったんですけど、うん、なんか辞めるっていう選択肢はそこでは浮かばなかったかなって感じ。うん、まあ、プロレス自体はそれでまあ復帰して続けられて、はい、ただ、後に、退団して、はい、まあ、あれはフリーになった、ね、そうですね、フリーランスに、はい、転向になられて、うん、まあ、スターダムに参戦するようになり、うん、いきなり大江戸隊にもう加入っていうところからスタート、うんうん、キャラクターが変わったのってそこら辺のタイミングですか、それとももうちょっと前に変わってましたか。多分ね、予兆はあったと思います、フリーランスに転向する前から。はい、多分私の中で一番大きかったのって、うん、本当にさっきのその膝の欠場期間中とかかな。うんうん、まあ、さっきもね、話に出た通り、私はやっぱりその実力という面で劣ってたんですよ、周りの同期に比べて。期待はできない存在じゃないですか、お客様から見てもそこはやっぱり、やっぱ特にできる同期が周りに2人もいたんで、まあね、あとやっぱ私自身の、まあ、なんていうんですかね、人間性なのか分かんないですけど、結構やっぱアンチが多かったんですよ当時。でアンチが多くて、よくそのまあ掲示板とかで結構まあ叩かれてたんですよね、その時期って。でもなんかその時によく叩かれてたのが、まあ、あいつはビッチだと、そう、なんかすごいそうやって言われてたんですけど、まあ、確かに私もともとね、やっぱプロレス入る前まではそういう飲み屋さんで働いたりだとかはしてはいたんですけど、この業界に入ってからは結構自分で言うのもなんなんですけど、真面目で、もちろんそのまあダンスの連絡先なんか入ってないですし、あの遊ぶこともなんかしちゃいけないと思ったんですね。そのやっぱ練習生でデビューもしてない分際でどこかに遊びに行くことをしてはいけないと思ってたから、だから基本的な練習が終わったらそのまま寮に帰ってきて、まあ、どっか出かけるとしてもジムに行くとか、なんかまあ先輩とのちょっとこうお食事行かせていただいたりだとか、それぐらいで、
基本的にはもうずっと寮と道場と試合会場のもうほんとそこの往復だけで生活してましたし、その一応なんかお酒とかもまあそのやっぱどうしても付き合いがあるのでお酒をねのこう全く禁止されたわけではないんですけど、やっぱりこう新人の分際でそのお酒をバーって飲むのはいけないと思ってたから、そういうのとかも一切してなかったんですよね。だからこそそうやって、まあ、掲示板でビッチだ、うん、ビッチだって言われたことがすっごいムカついたんですよ、うん、これまだ私がそれこそねその男性との、まあ、そういう恋愛経験ですとか、うん、まあ夜遊び歩いたりとか本当にそうだったら言われても言うけど、そう何かこっちがこう楽しいことをね、うん、してるのであれば、まあ、言われてもしょうがないんですよ、うん、プラスマイナスが、ね、はい、何もかも制限したこの生活をしててビッチって言われるのが本当にもうムカついちゃって、うん、それでちょっとねやっぱ欠場前とかはちょっと精神的に病んじゃってたんですよ、うん、落ち込んじゃってたんですよね。なんですけど、まあ、この欠場期間がその時は1年かな、うん、いるうちにこうふつふつとねその落ち込む気持ちっていうのがなんか怒りに変わってきたんですよ、うん、そのアンチへの、うん、だんだんなんで私いい思いもしてねえのにこんな叩かれなきゃいけねえんだみたいな、で言われすぎた結果、あ、じゃあお前らが言う通りビッチになってあるよっていうところで開き直って膝の欠場から開けて復帰した時からもコスチュームもガラッと変えたし、化粧もそこからもうあえてわざと濃くするようになったし、その使う技とかも、まあ、言うたらちょっとこう下半身とかねそこら辺を用いてやるような技とか、なんかとにかくもうビッチに見せるっていう方向性にアンチの言葉で流れたので、うん、だから割ともうフリーランスになる前からそっちの方向性にはなってたと思います、うん、なるほどな、はい、それがでも大江戸隊っていうユニットの中のあの夏すみれのキャラクターっていうところでこうなんか花開いたというかピタッとハマったっていうか、うん、やっぱりそのいくらね自分のまあ自己プロデュースとしてそういうまあビッチキャラといいますかそういう風に見せるっていうことを望んでやってたとしても、やっぱりその当時はそのまあ同じ団体の方だったりまあ他の先輩とかから、いやなんか実力もないのにそういう見せることばっかりやるなよっていう風に結構言われてたんですね。でまあそれでもやり続けはしていたものの、うん、やっぱりどこかそうやって言われてるっていう負い目で、うん、やりきれないところがあったんですよ自分の中で、うんうんうん、もっと本当はこういうこと表現したいけどこれやったらまたこういうこと言われちゃうかなとか、うん、なんかそういう風に感じてて、いろんなアイディアとかが浮かんでもいやこれはまだ早いとか、まあ、実際言われることもありましたしね、うん、っていう風に、まあ、抑えてたのが、うんまあ、フリーになって、うんまあ、そのサダムさんでもうオイド隊としてやらせていただく中で、うんまあ、当時のリーダー花月さんだったりだとか、はいまあ、スターダムの社長の小川さん、はい、ロシ小川さんとかは、はい、全く何の制限もしてこなかったんですよ。逆にこっちがちょっとやりすぎてうわこれ大丈夫だったかなと思って、うんまあ、一応試合後とかにちょっと聞きに行くじゃないですか、うん、これもしかしてやりすぎましたかねみたいな、うん、いやもういいよいいよみたいな、もうどんどんむしろもっとやりなよみたいな、うんでも本当かげつさんももう夏さんは夏さんだから、うん、もう好きにやっていいよっていう方だったんで、結構やっぱそうやって好きにやっていいですよって言ってくださる環境のおかげで、うん、あじゃあもっとじゃあこういうことやってみようかなとか、うん、こういう発言してみようかなっていうので考えることが楽しくなったんですよね、うんうんうん、だからある意味そういう意味ではこう開花するきっかけいただいたのはやっぱりその大江戸隊だったりスターダムっていうところがすごい大きいかなと思います、うんうんうん、多分今でもお話普段させていただいている中で、うん、結構大江戸隊 の, その、うん、メンバーの方とのつながりっていうのがまだ今でもなんかこう感じられるというか、うん、仲良さそうにされてたんだろうなっていうその外国人選手だったりもそうですけども、うん、そこら辺その花月さん以外の方と の, その関係性っていうのはどんな感じでしたか。当時でいうとでも実は意外と大江戸隊って割とビジネスだったんですよ。ビジネスライクな関係だったんですよ、うん、でもだから良かったですよ、うん、これが下手にプライベートとかも全部一緒にしちゃうと、うん、いらない情が入ったりだとかいらないこうもつれとかに発展してしまうので、うんうん、いい意味であくまで試合会場で一緒になるけど別にお互いのプライベートは知らない、うん、別に私もだから当時オイド隊としてやっていた時とかプライベートで飲むのは全然スターダムの選手とは関係ない人たちと飲んでたんで、それこそ今一緒に飲まずをやってる、うんまあ、高瀬美雪ですとか、うんうん、本当あの辺と飲むことの方が多くて、オイド隊のメンバーと飲むっていうのはすごい少なかったんで、今、
まあね、私もオイド隊から離れて花月さんとかも引退されてますけど、うんうん、その当時を逆に今こう当時飲んでこなかったからこそ今新鮮な気持ちで、はい、一緒に楽しく飲ませていただいたりだとか、うんうん、まあそのね、今の復帰されてる葉月選手とかも、うん、まあ、その復帰前とかにもね、一応復帰することになりましたっていうふうにご連絡いただいて、うん、おめでとうっていうので、この間もたまたまかな、それは本当に偶然なんですけど、うん、一緒に飲む機会があって、はいはい、それそこですごい久しぶりに会って、うん、最近どうなのっていうのとところとかで、こうみんながみんなプライベートでそこまで慣れ合ってこなかったからこそリング外で会っても普通に喋れるっていう、なんか結構大人な関係だったと思います、うんうんうん、あれはどうですか、外国人選手たち、あ、そうですね、に関しては結構なんか僕も逸話というか、ね、うん、結構楽しんでらっしゃったみたいな。そうですね、今ちょっとコロナでね、みんな来れなくなってますけど、うん、それこそオイド隊で一緒にやってた、ま、ジェイミー・ヘイターとセッションモス・マルティナの2人はやっぱり今でもすごい私大好きですし、うんうんうん、なんか一緒にね試合がしたいなっていうのは今でもやっぱ思います。特にマルティナはねタッグを組んでたので、うん、一緒に、ね、はい、マルティナだからこそなんていうんですかね、なおさらタッグになると余計暴れ散らかせるっていうところがすごい楽しくて、うんうんうん、今でもねこう、まあ、どうしても距離が離れてる分、うん、まあ、やり取り自体は少なくはなってはいますけど、うん、結構お互いのインスタとかにいいね押し合ったりコメントし合ったりっていうので、ジェイミーもね今すごいもう大きい団体行って、ねね、はい、活躍されてるのを見るとおすごいなっていうふうに、ちょっとこう次いつ日本に来てくれるかなっていうよりはもうこっちから行かなきゃいけない感じ、でも会いに行きたいですよね、やっぱ、うん、純粋に、まあ、なんかやっぱ一緒に試合したいなって気持ちはあるけど、それが無理でも普通に会いたいです、うん、なんか結構ね、それこそ2人が帰っちゃう年末とかはみんなで大阪でも飲んだし、うん、東京2丁目でも飲んだし、うん、まさか夏バーがあるね、うん、そうですね、多分海外の方が日本にまた来れるようになったら、うん、多分夏バーって多分こうみんなが行きたいスポットの一つだと思うんですよね、うん、いやもうぜひね、うん、はい、お待ちしてます。夜の夏すみれの恐ろしさをみんなにちょっと味わってもらういや、これ前前のでも言ったんですけど、僕多分初めて一緒にお仕事させていただいた時のその初対面の日、はい、夕方の6時ぐらいにあって、その解散が朝の8時だったっていうのもそのさっきのそのプロレス入られる前のその働いてたお店の業態の話を聞いてすごくこう納得ができました。なるほどと。で、2020年からの、はい、怪我での欠場、うん、で今般8月5日29歳最後の日に復帰をされるという、うん、はい、で飲まずで復帰をされるっていうところなんですけれども、うんうん、飲まずっていうのは、うん、復帰の場を求めて立ち上げた感じがあるのか、それとも他にもいろんな理由があって、うん、こうよしやろうと思われたのか、うん、そのあたりってどういう感じなんですか。もちろん自分の復帰の場所を作るっていうのは、うん、やっぱ多分前提にはあったと思います、うん、でもそれはイコール飲まずに直結するものではなくて、うん、なんとなくぼやっと復帰の場を作りたいな、なんかしなきゃなって考えてる中で、うん、飲まず自体は、まあ、もちろんその自分の復帰の、まあ、場所を作りたかったっていう気持ちは、まあ、大前提にはあるんですけど、どちらかというと何かがやりたかったんですよね、その時って。ずっと私その2020年に欠場入ってから本当に何もしてなかったんですよ、そのプロレス界における何かお仕事を、うん、ずっとですね、某大手スマートフォン会社の、はいはい、カスタマーセンターでもう昼食をやっていたんですよ、はい、去年までは、はい、でもなんかそうやってる中で、いやでもこのままじゃダメだよなと思って、何かやらなきゃなっていうことをこうぼやーっと考えていて、その時期って、まあ、今一緒に飲まずをやってくれてる、まあ、高瀬ですとかゆきひ山下とも誰とも連絡を取ってなかったんですよね、プロレス界の。でもなんかやらなきゃなっていうタイミングで、まあ、その高瀬と久しぶりに、まあ、連絡を取り合って、で彼女自身も、まあ、今年からフリーランスに、うん、転校するっていうのは一応前々から聞いてはいたんですけど、うん、まあ、また具体的にどういうビジョンでやっていくのかっていうのをその時に初めて聞いて、でもその時はまあ
もしねまた何か一緒に仕事できたらいいですねぐらいな感じだったんですけど、うん、結構なんかその時の話し合いが自分の中でちょっと火がついたというか、うん、こうプロレス界で何かをやるっていうことに対してちょっと前向きな気持ちになったんですよね、うん、でもまだ何をじゃあやればいいんだっていうところで別に団体を立ち上げたいっていう気持ちもさらさらないですし、うん、意味のある興行、例えばそれが復帰ですとか、うん、何か意味のある興行をやるんだったらいいんですけど、うん、何もなくただ興行をやるっていうのもちょっと違和感があって、うん、なんかないかなって思っていたら、まあ、そのねゆきひが、まあ、一緒に対談するってなった、まあ、そのアイスリボンさんですとか、まあ、アクトレスガールズさんですとか結構フリーランスに転向する人がまあ、今年に入って多いっていうのをそこで初めて知ったんですよね。あ、もうプロレスの情報自体がそんなに、うん、全くもう入ってきてなかった。プロレスの情報から離れていたので、うん、そこで知った時にいやこんだけフリーランスが多いんだったらフリーランスだけで興行できるなっていうふうに考えて、それであれば一個まあちょっとその大会のテーマとして大きく出せるし、何もなくただ興行をやるっていう意味合いとも違ってくるんじゃないかなっていうふうに、でそれでまあユキヒとタカセとそれぞれにちょっとこういうことを思いついたんだけど、まあ、よかったら乗りませんかみたいな感じで2人には話をして、で2人もやっぱまあフリーランスにはなったもののこうなんていうんですかね、多分ただこうただただこう試合をしていくというよりかはやっぱりせっかくフリーランスになったんであれば何か新しいことがやりたいっていうふうに考えてたみたいで、こうもう本当すぐ即答でやりましょうっていうふうに乗ってくれて、で最初だからもう本当その3人でっていうのが一番ベースだったんですけど、なんかこうパンチが足りないなっていうふうに考えたんですよね。であとあんまりそのフリーランスになった人だけでやるってなっちゃうとやっぱり私たちフリーランスの立場っていうのは団体さんがあってこそなので、うん、あんまりそのねフリーランスっていうのも今年からなりましたっていうところだけを打ち出しちゃうと、うん、ちょっとやっぱ既存の団体さんにもなんか申し訳が立たないなっていうのもあったし、うんうん、なんかこうフリーランスっていうものにおけてなんかこう重みのある人材が必要だなって感じたんです、うんうん、私はやっぱりフリーランスの時期としては、まあ、長くて今年で5年目にはなるんですけど、うんうん、まあ、今現在も欠場はしちゃってますし、その時にあもう今フリーランスでもう説得力抜群なのはもう山下里奈しかいないなっていう風に感じて、うんうん、やっぱ彼女はねフリーランスとしてもう男子も女子も両方上がってどこでも成功してるわけじゃないですか。国内も海外も、うん、で試合数も多いし、うん、こうフリーランスっていう存在の重みとしてもうぴったりな存在だなって思ったんで、うん、彼女にも電話かな、なんか連絡をしてこういうことがやりたいんだけどって言って、で一緒に乗ってくれて4人でっていう形になったんですけど、うん、その時点で自分の復帰っていうのはもう二の次になってたんですよね。なんかもうそのみんなで何かをやるんだっていうところが楽しみでもあったし、うんうん、だからこそ第1回は復帰のめどが立っていないのに、うん、まあ、5月というタイミングでやられた、うんうん、そうですね、うん、でご自身の復帰は今回の第2回に持ち越すっていうぐらい、そのノマズのフリーランスサミットっていうコンセプトがもう先に来るようになったっていう、うん、そうですね、うん、なんかまあそれをやっていく中で自分自身も復帰ができたらいいなぐらいな感じで思っていたので、まずはこの興行をやってちょっとこう今までやってこなかったようなことをみんなでやりたいなっていう風に感じたんですよね、うん、私自身は、まあ、そのノマズメンバーの中で、まあ、2019年の年末に1回自主興行をやってて、うん、なんとなくその大会運営どういうことを実際にどういう仕事があるのかっていうのを知っていたので、うん、すごいでもそれ楽しかったんですよね。なるほど。準備期間は本当に完全に一人でやってたので、その時は準備期間1ヶ月半で一人でやって死にかけてはいたんですけど、うん、いやそうなんですよ、逆に知ってるからこそ、うん、もう二度とやりたくないって思ってもおかしくないなっていうぐらい多分思ってました、うん、大変だと思うんですけどそれも思もひっくり返すぐらいこのコンセプトでやることっていうのが魅力的に映ったってことなんですかね、うん、そうですね、うん、なんか、ま、このコンセプトというよりは
やっぱりその自分がゼロから何か考えたものをいろいろ構成していって、うん、いざお客さんの前に出してそれでこう喜んでもらえたっていう、まあ、体験を一回してるわけじゃないですか、うんうん、でやっぱそこがすごい達成感とか自分の中でもあやったったっていう気持ちがある中で、うん、そのまま欠場に入っちゃって、うん、まあプロレスから離れてずっと家にこもって仕事をするっていう仕事をした時に、うん、なんかやっぱり今の自分にこうケツを叩くにはやっぱりあの時と同じ体験もう一回したいなっていう風に感じたので、うん、すごいきついけどすごい楽しい、うん、でそれをでもやっぱりやるのであればフリーランスでこう何かコンセプトのある大会をやりたかったし、うん、フリーランスっていうのであれば私一人ではなくてみんなのための大会っていう形でやりたかったんで、うん、前回とかは復帰よりも開催するっていうことに重きを置いてました、うんうん、でまあでも初回が、まあ、まあ大成功って言っていいと思うんですよね、うん、そのチケットも完売だし、うん、大会の内容もすごく良かったし、うん、海外からの反響も大きい、うん、海外のメディアからインタビューとかが来るようなあれだったんですけど、で第1回の最後に、まあ、今回の第2回をやりますよっていう発表された、うん、で点がちょっと線になった感じが、うん、ってなると今後もそのじゃあ第2回で終わりってことでもないだろうと、うん、もうちょっと先のことに対してもこうファンの人は期待ができる、うん、とは思うんですけど、うんうん、あのね、まだ今第2回頑張ってる、ね、まあ、準備中で、うん、そんな先の話をしてもっていうのはあるのかもしれないですけども、今後の展望のまずをどこに持っていきたいか、うん、で話を普段させていただく中で、うん、海外の話を結構よくされるなっていうイメージ、うんうんうん、僕すごい強く持ってるんですよ、うん、でそれもあってまあこういうインタビューをお願いしたりもしてるんですけれども、海外っていうのは夏さんにとってあるいは飲まずにとって、うん、まあ、どういう位置にあるのか、その自分たちのその目線として、うん、なんか私自身は、うん、まあ、海外遠征自体は過去3度あるんですけど、3度、はいはい、とそれぞれメキシコ、スペイン、はい、あと韓国、はい、1回目初めて海外で試合をしたのがメキシコで、はい、その時期って、まあ、私がちょっとその日本で、うん、こうやりたいって思ってることと実際に求められてることのギャップがすごい開いていた時期で、やっぱその試合に対してもうこれ以上どうしていけばいいんだろうっていうのがちょっと悩んでいた頃だったんですよね、はいはい、でその時に、まあ、そのメキシコに行かせてもらえるってなって、初めて国外に出て試合をした時に、日本のお客様と海外のお客様ってやっぱりその盛り上がりの質が違うと思うんですよね、はい、どっちがいい悪いとかそういうことではないんですけど、うん、純粋にこうやってるプレイヤー側にダイレクトに響くのって、うん、正直私はやっぱり海外のお客様の応援の方がすごくこう直で入ってくるなっていう風に感じてて、うん、でやっぱそのメキシコ遠征を行く前は正直やっぱプロレスに対してすごい消極的な気持ちになっていたのが、うん、やっぱそのメキシコ遠征を経て楽しいなって、試合するって楽しいんだなっていう風に感じたんですよ。またこうやって海外で試合ができるようになりたいから、うん、日本でももっとプロレスを頑張ろうっていう風に感じて、過去私にとっての、その海外で試合をしたのって毎回こうちょっと国内でああもうどうしようってくすぶってるタイミングでちょうど行かせてもらって、またそこでモチベーション上げて頑張れるっていう、うん、結構自分のエネルギーを補充する場所になっていたので、うん、だから私自身もやっぱりその海外での試合経験っていうのは実際に自分自身が大きく得るものがあったことだったので、うん、やっぱり一度は経験した方がいいものなんじゃないかなって思うんですよ、うん、それはやっぱり、まあ、今飲まずに出てくれてる、まあ、もちろん先輩の方も、ね、いらっしゃるんですけど、うん、結構ほとんどが、まあ、後輩選手が多かったりするので、うん、海外遠征の経験がまだない選手も多い中、うん、何かこう海外への取っかかりになれたら、うん、大会としてもより意味を持つものになると思うし、うん、私も一レスラーとしていい体験を他のレスラーにもしてもらいたいっていう気持ちがあるから、うん、でどうしても今は日本国内での活動、やっぱそこの基盤が何もできてない状態なんで、うん、そこの基盤を固めないとやっぱりあんまり先の展望っていうのばっかりは見てはいられないんですけど、うん、その時点からやっぱりその海外で
海外のお客様に見てもらって、うん、よりその多くのフリーランスの選手を知ってもらってっていうのを続けていかないと、うん、やっぱりそのね、自分が将来やりたいことにもつながっていかないんじゃないかなって思うんで、フリーの興行で海外でも見れる生配信を取り入れるって、うん、なかなかない、その団体でもそこまでやってることはなかなかない、うんうん、そうなんですよね。やっぱフリーランスの選手って、うん、やっぱり基本的には呼ばれた団体に出るじゃないですか、はい、まあ、もちろんご自身で、ね、大会をやる方もいらっしゃるんですけど、基本的には呼ばれて出る中で、その団体によって左右されちゃうと思うんですよ、海外からの認知度って、うんうんうん、やっぱりその海外への、まあ、情報発信に力を入れてる団体に出てる選手は、うん、海外のお客様からも認知されてるけれども、うん、やっぱりまだ日本国内もそこまでね、全ての団体がその国外への発信に力入れてるわけではないので、うん、そういうところに出てる選手っていうのはせっかくいいものを持ってても海外のお客様に知られるきっかけがないと思うんですよね。見つけてもらえない、うんうん、でも実際にやっぱり国内でやってる、特にフリーランスでやってる選手ってやっぱ何か見せられるものがあるからこそ団体さんに呼ばれるわけじゃないですか、うん、それで仕事を得るわけじゃないですか。だからスペシャリストだと思うんですよ、みんな。キャリアに関わらず、キャリアとか実力とかそういうのじゃなくて、どこか人を引きつけるものを持っているからこそ個人で活動ができるわけだから、そういう選手が本当はもっといっぱいいるんだよっていうところをやっぱり海外のお客さんにも知ってもらいたかったんですよね、うんうん、大変でしたもんね、その配信をこう手配するのも。そう、なんかだから本当はやっぱ最初はね、いろいろより海外の人から見てもらえるにはどこでどう使えばいいんだとかを結構もう 2,3 ヶ月ぐらい試行錯誤をしながら、それでもね、結構意外と、まあ、そのチケット買ってくださった、どこの国から買ってくださったのかとか見れるので見てたら、結構ね、自分たちが思っていた以上に海外のお客様が多かったので、時差もあるのか海の向こうからこう見てくださってたっていうのはすごいやっぱ嬉しい。土平日に、本当に土平日の朝とかに見てくれてるんですよね。え、ありがたい、うん、まあそもそも僕が一緒に、うん、やらせてくださいって言った時に、うん、ご承諾いただいたのも多分ね、海外の視野が入ってなかったらいらないわけじゃないですか、うん、別にそんなわざわざコストかけてまで、うんうん、そういうなんだろう、意気込みというか、その海外に向けてのその意識っていうのはもう最初の頃からあったのかなっていうふうに思うんですけど、うん、いつか海外にその配信だけじゃなくて生で見てもらえる機会が出てくるといいですよね。飲まずっていうパッケージで海外でやっぱね、大会なり試合なり開くことができたら、うんうん、それってイコール日本国内のプロレス界に対しての貢献にもつながると思うんですよね、うん、選手たちがそれぞれその海外で試合をしたっていう経験で結構ガラッと変わる方とかやっぱいらっしゃいますので、ね、うんうん、海外のプロモーターの方にアピールタイム、いや、もうぜひよろしくお願いします。フリーランスサミット飲まずパッケージで、はい、どこの国でも行きます。どこの国でも行きます。ただね、多分これ皆さん、これ見てて多分気づいてると思うんですけど、うんうん、ナッツさんすごい真面目なんですよ。もうちょっとね、もうはっちゃけた感じになるかと思いきや、はい、ちょっとお酒が入ってないなんですよ、すいません。今日は昼の夏過ぎでなので、はい、ちょっとここで、僕、今日のインタビューにあたって、うん、はい、ナッツスミレの噂をこういろいろとリサーチしてきて、はい、ここでちょっと真偽のほどを本人に確かめたい。わかりました、はい、なんだ、先ほどまず第一つ目、はい、デビューした時にその運動能力的なところでは他の選手に対して引き目を感じてたっていう話があって、うんうん、そこまでそんなに運動が得意という認識はご自身ではされてらっしゃらない、うんうんうん、中でこれは本当ですかという、市内の素振りで骨折をした。そうですね、剣道ですね。剣道、海外の人も市内剣道スティックっていうのはもう、プロレスで認知されてるんですけど、はい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 、あれは要はちゃんとした武道、柔道とか空手みたいな感じで剣道っていうのがある中で、うんうん、それを振ってるだけで足を骨折した。これはね、本当です。本当、はい、のね、これいつ頃の話ですか。これはもう中学生ですよ、もう中学2年生の夏休みとかだったかな、はい、
こうクラブ活動をやって、はいはい、私はその当時、はい、その剣道部に所属してたんですよね、はい、ただ私の場合はあれだったんですよ、その中学2年生だったんですけど、はい、入部も中学2年生で入部してるので、あ、なるほど、1年生じゃなくて、はいはいはい、転部して入ってたので、はい、こう他のみんながまあこう練習試合とかある程度1年やってる中にポンポン、うん、る中1人だけずっと他の1年生と一緒に素振りの練習をさせられてたんですよ、うんうん、でもう真夏の暑い中ずっとこうね、はい、素振りを永遠とやっていた時に、実は意外と剣道の素振りって足重要で、前足をこうビタンってステップしますね、こうそうビタンってやるんですよ。でこのビタンっていうのを何回も繰り返してたら、何回目かで疲労骨折しましたそれで退部というもうそれで終了、はい、もうそれで心折れて、じゃあもう素振りしかしたことない、素振りしかしてないです、あ、実際に竹刀を人に当てたことがないです、ないです、はい、ちなみにその後に入ったのが卓球部で、卓球部でも素振りしかしてない、はい、素振りしてのタイプ素振りだけはうまいですよ、滑ってるわけで素振りはめっちゃうまいですよね、素振りは、はい、それはもう本当と球は触ってないっていう、はい、2問目、はいはい、飲まずのテーマ、うん、ノーホーム、イエス、アンビシャス、うん、山下里奈の回でもあったんですけど、はい、彼女実際にノーホームだった時期があると、うん、そのリアルでガチで、うん、人生、うん、その大阪に引っ越す時に家決めずに、うん、引っ越したと鹿児島からっていう話だったんですけど、うん、夏さんも、ノーホームだった時期がある、うん、本当です本当本当に、でも本当にね、うん、その時からキャッチコピーやりましたね、家はないけど、うん、無駄にこう野心だけはあるっていうね、もうその頃から培われた、はい、もうこれ全然プロレスに入られる前、入る前ですね、はい、うん、10代の頃かな、10代、はい、愛知から東京に出てきて、うん、どれくらいの期間かな、それが 2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、ずっと最初はね、ネットカフェっていう、はいはい、こうコミックとかいろいろ置いてあるところで寝泊まりをしてたんですけど、はいはいはい、まあ、最終的にはね、ホテル、なんかバックパッカーの人とかが、うんうん、泊まるようなホテルに泊まってて、うん、でその1年後に今度は大阪で同じようにネットカフェで寝泊まりしてたんですけど、はい、その時はちょっともうね、限界を迎えて多分1ヶ月ぐらいで帰りましたね、うん、大阪は。あ、なるほど、それはその名古屋を飛び出したくてみたいな感じで、うん、そうそうそうです、はい、東京の時は普通にただ本当に旅行で行っただけなんですよ、旅行で行ったけどちょっとギャンブルでお金使いすぎて帰れなくなって帰りの交通費がなくなったから、うん、もう帰れなかったんですよね、うん、はい、泊まらざるを得なかったんです、大阪はまあ完全にそうですね、名古屋からパッてちょっと失恋をして、まあ失恋をして、はい、失恋をしてこう名古屋から飛び出したっていう感じでしたね。じゃあもう気がついたらパッとこう家もなしに海外に2ヶ月ぐらい行ったりとかあるかもしれないですね、そういうノリだといやでもね、なんかね、その頃に好き勝手やりすぎて落ち着いた、今だからすごい海外 1,2 週間でもめちゃくちゃバクバクしてます、もう怖くて、ギャンブルでお金吸って帰れなくて東京に2ヶ月いたっていうのも多分それなりに怖かったこともあるとは思うんですけどまあでも逆にね、こう若いって無知じゃないですか、なんか日本って安全ですからね、うん、無知だからこそ何でもできたのが、うん、まあそういういろんな経験を経て大人になるにつれ、うん、やっぱりこうね、恐れというものを、いろんなものを知るわけじゃないですかそうなるとやっぱりね、今行動力は出せないと思います、なるほど、はい、じゃあ結構その世の中に出回ってる夏見るの良さっていうのは本当なものが多いですね、うん、じゃああと2つあるんですけど、はい、3つ目、はい、まあこれは逆にイエスホーム、家がある時の話なんですけれども、うんうん、クローゼットで用を足したことがあるというですね、それは半分正解です、ね、半分、はい、クローゼットではないです、クローゼットではない、はい、ということなんじゃな、なんクローゼットに入ってたキャリーケースの中に用を足したっていうですね、これ酔っ払ってるんですよ、酔っ払ってるんですよ、もちろん酔ってなかったってことやらないですけど酔っ払ってしまって、うん、まあ、寝室からトイレまでの軌道の中にそのクローゼットがあったんですよ、はい、クローゼットがこういうタイプのクローゼットで、はいはいはい、酔っ払ってた
からこれは正直確証はないんですよ、ああいろんな状況証拠で多分そうであろうっていうだけなんで記憶は一切ないんですけど、まあ、朝起きたら、まあ、普段全く開けない、昔メキシコ遠征行った時にお土産買いすぎて荷物入りきらなくなって現地で買ったこれ大きめの旅行用のキャリーケースとか、普段めったに開けないものがこうクローゼットがバッて開いて、そのメキシコで買ったキャリーケースの蓋がバッて開いた状態で置いてあったんですね、はい、で、なんで開いてんだろうと、おかしいなと思って用を足そうと思って行ったらトイレットペーパーがもうブルルルンってなってて、なんだなんだこの状況おかしいなと思って、うん、とりあえず片付けるかと思ってこうキャリーケースの方に行くと、うん、ちょっと床が濡れてるっていう、うん、感じて、うん、でこっからだからもう推理ベースなんですけど、だからおそらく私はだから酔っ払った状態でトイレに行く時に間違えてトイレのドアと間違えてクローゼットのドア開けたんです。でトイレの蓋と間違えてキャリーケース開けたんじゃないかなっていうのがこれ私の推理ですね。でそれで用を足したっていう、用を足した記憶はないけれども、そうなんです、もう明らかに用は足されていた、足されていたっていうところですね。多分で最後でも一応ね、人間として最低限の、ね、理性でトイレットペーパーを取りに行こうとするけどブラブラってなって終わったっていうところだと思うんですけど、で翌朝を迎えて、はい、まあでもそんなにその復旧できないような状況ではなかったっていうことでちょっと安心しました、うん、まあでもねちょっとやっぱね現実見たくなくて1日半ぐらいは放置してましたね。でも人としてしょうがないやるかと、うん、もう片付けねば先に進めないと、本当にね、私今の家でもあるんですよ、ん今の家しかも2階あるんですよ、ね、じゃあ都合3階、いや多分覚えてる、多分記憶にある範囲では3回じゃないですかね、家の中で。最後の質問、はい、交差点のど真ん中で肩を脱臼したことがある、うん、これも本当ですね、本当、それもでも酔っ払ってて道の交差点で私がこう大の字でウェーって寝てたんですよ、うん、もう動けないって言って、はい、で一緒にいた、まあ、連れの人が、まあ、その道の真ん中で大の字で寝るようなの恥ずかしいから起きてくれと、何回も体譲っても全然起きなくて、仕方なくこう私の腕を引っ張って起こそうとしたら、なんか私が肩が痛いみたいな、痛い痛い痛いみたいなことをなんか言ってるらしいんですよ、まあ、それはもちろん私は全く覚えてないんですけど、はい、翌朝起きて、これもしかしたらその用足した時と一緒かもしれないです、同じ日ですね、同じ日今思い出しました、肩抜けた状態で、そうそうそう、だから、だからそのね朝起きて、まあ一回そのキャリーケースの惨状を見るわけじゃないですか、はい、で何やこれと思って、で一旦寝室もらったら、あおかな肩痛いな、そうそう肩痛いなと思って一緒に飲んでた人にすいませんって言って、昨日なんかありましたみたいな、すっごい肩痛いんですけどって言ったら、あ、さっきそう腕引っ張った時になんか痛い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 って言ってたから多分抜けたんちゃうって言って、で確かにその後接骨院行ったら肩ずれてて、うん、こうかってるようなんですけどこれで同じ日の出来事ですね、はい、今思い出しました私もまあでもちょっとね前半真面目すぎたかなと思ってたのよ、はい、今ので全部一気に回収してくれた取れ高最高っていう、ありがとうございます、ありがとう、すいません長い時間、どうでもないです、どうもありがとうございました、ありがとうございます、まあ8月5日、夏海で復帰、はい、20代最後の日に、はい、ということで、まあ、海外のファンの皆さんにも見ていただける環境を整えられるかなとは思うんですけれども、うんうん、最後にその海外のファンの皆さんにメッセージを一つ、うん、はい、ね、もうずっと長い間お待たせいたしました、夏海で2年ぶりにプロレス界に戻ってまいります。結構ね海外の皆さんからもたくさん応援のコメントをずっといただいておりました、届いておりました、ありがとうございます。復帰したらねゆくゆくはまた皆さんの元に行って試合ができるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします、ありがとうございました。で状況が許せばねファンの皆さんがまた年末年始ぐらいに日本に来ることもあると思うんで、うんうんうん、まあ飲まずの大会かあるいは何らかの違う形で、うん、まあ、そうやってねファンの皆さんとお会いできる、ね、機会みたいなのもなんか作れたら、海外で、ね、海外のお客様もいらっしゃるならぜひね一緒にちょっと何か、ね、何かしらやれればなと、はい、うん、やれたらいいなとと思いますので、はい、じゃあ、今回第3回夏すみれさんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ。